Do you always have a big breakfast? No, I don't. I usually light breakfast. Light breakfast? 例えば、今のちょっとは私は何を言おうとしてるか分かったんだけど、I just have a cup of coffee とかね。そういうふうに具体的に 言っていいし、それからそんなビッグブレックファーストを食べる時間は普通はないわよって、そんなんでもいいです。ゲスカースイモブキン、仕事に行ってる時はないじゃないですか。 I don't have time for a big breakfast とか、そんなふうにも言っていいですね。なんかちょっとこう自分の頭をちょっと柔軟にさせて、あ、こんなふうに言ってみよう、あんなふうに言ってみよう。でも一応こうのどっかで習ったことを使ってるっていう感じですね。はい、そしたら今度ニーナからカナに聞きましょう。カナ、last Sunday is child tea party, isn't it? Yes, tea ceremony, child's tea ceremony. Are you wearing kimono? Oh, ちょっと待って。今のはもうちょっとグラマーを you have to dig it out. Last Sunday, だだだだってそれちょっと今私はニーナが言おうとしたことは分かったんだけど、でも普通に日本語が分からない人が聞いて、日本語で分からない人が聞いたら、うんと思ったと思う。Are you wearing 着物って聞きたかったんですね、その時に。それは Are you と聞こえたら、言うと今来てるかっていうことになりますよ。ああじゃなくて、来て。Are you っていうのを使いたかったら、どっかを変えて過去に合わせるようにやってみて。まあ言い方はいろいろあるからね。で、自分はちょっとああいうってなんだかんだ、あの感じの使いたかったんだというふうにすると、どこを変えたら過去のことを言ってることになるかねってこう考えてみて。じゃなくて、なんだったっけ。Was? Wa? ちょっと。Why you wearing 着物？そうですね。そこを Wa に聞こえたら過去のことを聞いてることになる。で、その別に Did you wear ってこう聞いたっていうね。着てたっていうのと着たっていうのとあるので、Did you wear 着物 on that day とか言ってもいいですね。ね。So on the this Saturday? On this Saturday? Yes, yes. At the cultural festival, right? Yes. Very, very hot day. I was there on Sunday. It was hot too. And actually, it was so noisy. I was in the concert hall and I was outstage, near the stage. Uh-huh. It's so noisy. I think that the Yakuba people don't know how to control the amplifier. と思いません。言ったかどうか知らないけど、そのコンサートのホールの中に入るとね、そのアンプリファイアの音がとっても大きすぎて、それをバックに歌ってる人とか踊ってる人とかを見るのがその目的じゃないですか。聞いてる人はそのアンプリファイアの音が大きすぎてなんかガーンとなって疲れる、うん、疲れて、それがこうなんか邪魔してそのミュートかそれがちょっとこう集中できにくくなる。 Every year I order tone down
music tone down. So you ask them to make it a little bit lower? So, ki-ki-ki-ite-mita? Teikoto? Yeah. So you ask them to do that? Tea ceremonies hall is noisy. その A press too? Yes. なのでいつもいつもボリュームを下げボリュームダウン、はい、I order. You ask them to turn it down. But it's kind of a funny. ね、うん、で、そうやって言った人がいるんだったらちゃんと聞けばいいのに。でも、だから毎年その、要するに音を下げてくれって言ってます。で、そのホールのあそこの、なんていうのあそこは、ラウンジじゃない、うんうんうん、ラウンジでも you thought it was loud.、うん、But outside,There's a stage, and then I was at the kind of a place where like, we could eat, and then there was a kind of like a fashion show going on, and so noisy, and it's not a rock festival, you know, it's not a rock concert.、Mm. I think they have kind of misunderstanding. They might have thought that the louder that, you know, tone, the amplifier is, think, you know, better.Effect that they might be getting, and those are not true. だから音が大きければ大きいほど、you know, 大きいほどいいかと思ってるかもしれないけど、それは全く違いますね。なんでそんなわかんないのかなと思ってね。私だけじゃない言ってたの、そう思ったの。私と一緒に行った人も思ったし、他の人も思った。で別にその、来てる人がみんな耳の遠い人ばっかりだったらいいけど、そんなことないじゃないですか。友達と話せなかったって言ってました。そう。That was what, you know, that was what I felt too. Then that's Yakuba people doing that, right? うん。だから多分、毎年苦情が出てると思うんですけどね。Yakuba の人がやってるんでしょ？役場の人じゃないですけどね、その役場関係者も中にいるでしょうけど、文化協会みたいな、文化協会の人がそういうことも担当してる、ただその僕のは、So there was a kind of a there were pictures, there were photos in that area, they were on the, you know.Walls, and you are to put that, you know, what you like. So number one, number two, number three. So I said to my friend, maybe they should also have some kind of questionnaire to ask people what they thought was the best, you know, program, and what they would suggest that, you know, whatever the 協会 people would do to improve. なので、その、あそこに写真だとか絵だとか、写真もあったかな？あったじゃないですか。それね、こう自分が好きだと思ったのをこういう番号を入れていくって、そういうのがあったと思うんですよ。でその別に、なんかちょっと簡単なクエスチュネア。クエスチュネアっていうのはアンケートのことを英語でクエスチュネアと言います。で、クエスチュネアを作って、で自分がこう、これが一番、このプログラムが一番好きだったとか、思うのをこう入れて、で、簡単にしないと人はやってくれないから、ね。で、なんかこう、このカルチャーフェスティバルをまた来年これより良くするとしたら どんなサジェスチョンの提案がありますかとか、そういうのをこうやるといいと思う。そしたら別にね、みんなアナニマスって匿名でやれるし、日本の人はなんか物言いたくないじゃないですか。でもそんなんだったら匿名でこう提案ができるし、いいんじゃないかねと私は言ってたんだけどね。そんなのするべきよね。ていうか毎年音のことは言ってるんですけど、あんなするんですよね。なぜか知らないけど。なんで聞いてくれないのかね。不思議ですね。川崎言うときはちょっとこう簡単な、とても簡単な、こう一番好きだったのとこうどこを改善したらいいと思いますか、その2つくらいでもいいんだけど2つか3つか、もう一番簡単なアンケート、好きなの1つか2つでいい、あんまたくさんいらない。で自分が楽しんだ、何を一番楽しんだか、 What did you enjoy the most、
So what kind of suggestions would you make to improve this cultural festival event? そうするといいと思います。うん、それなんかそんな感じのことちょっとちらっとちらっとったら言ってみてください。私なんか、I don't feel like going there next year、うん。で、なんかもうあんなにうるさかったら来年は行かないと。うんうん、とそういうこと。で、カナなんか毎年行くことになってるから行くと思うんだけど、うん、チョイス、ノーチョイスかもしれないけど、もう。でもそれはちょっとこう、if you can kind of shut that off and you still be able to enjoy だけどね。でその以外、それをちょっとこう無視すれば楽しめるのかもしれないけど、でも大変だった。コンサートホールの中でも外でも大変。で外に行ったのは私今回は初めてだったかな。それでも私2回ぐらいしか行ったことないんだけど、あのカナのそのお茶の方に行ったことあるじゃないですか。あ、でも私、コーラスに入ってた時、あそこで歌ったことがあるから、うんうんうん、3回ぐらい。で、そんなありましたね。だから、ちょっとあの、こう感覚がわからないね。うん、感覚は、ああいうところはああいうように、こうロックコンサートみたいにするもんだと、それがいいもんだと思ってたとしたら、その感覚はわからない、うん。と思いました。So, people might have their own opinion, but you know, people who are responsible for the event like that, I think they should think better. で、個人的にはいろいろあるかもしれないけど、ああいう催し物をする人たちはもうちょっとこうね、あの考えた方がいいと思います。みんなにとってどうなるかって、ね、うん、と思います。毎年同じことを言ってるんですけどね。うんいろんな人に来てほしいじゃないですか。あの子供も大人も、うん、大人もいろんなエイジの人にね。でいろんなエイジの人が楽しめるこう環境、うん。でも、あの、まあ、それと音はどう関係あるか知らないけど、あれはひどいと思いましたね。で、まあ、その次。で、That was...So it was. So did you wear kimono on that day, or were you wearing? で、そのニュアンスの違いはありますね。Did you wear kimono on that day? だそれは単に着物着たって。で、その were you wearing kimono とちょっとニュアンス違います。この進行、過去進行形っていうあのあれがあるのでね。で、それはどちらでもいいですけどね。でも。どちらでも今のところいいので、そのニュアンスとか考えずにいいので、その過去のことを言ってるか、今のことを言ってるか、まあそこら辺で一つあの統一する。はい。で、いつまでもこう、例えば、Do you wear kimono? って聞かれたとしますね。そうすると、どんな感じしますか?どんな感じするか。うん、それはなんかいろんなことが考えられますよね。こう着物を普通あのもうちょっと入れた方がいいと思うけど、Do you wear 着物 every day? とか言われるとこうあれがイメージが湧くじゃないですか。で、Do you ってその Do you の使い方、そういう組み合わせができますね。で、あの例えば、まあ、よく使うあの組み合わせだけど、Do you play tennis? って言われたら、そのテニスは、そのテニスをするかということですよね。なので、そういう Do you もまたあの現在形も、その時のニュアンスがちょこちょこと変わってくるけど、まあ、まず現在、過去、それから未来のことが、こう時勢がこう分かってしゃべれてるということはちょっとポイントですね。で、喋れてないなっていうところがあったら、そこのとこまで戻って、この見る、このテキストブックを見る。で、その意味もあって、グラマーフォーカスのところを使ってるんですね。で、そこが、あのグラマーフォーカスの中にも、時勢をあの教えようとしているところもあるし、こう違うのを教えようとしているところもある。ので、それが教えようとしているところを、こう自分で、
あ、ここはよくまだ学んでなかったねっていうのが分かったら、そこに戻ってやるということが必要ですね。で、今ページ62を見てください。で、このニュータイムサーベイっていうのがあるんだけど、これは1、2、3、4、5、6だって7と8にもう7と8のがブランクになったので、あと2つ質問を加えて、そしてチャートに ここのチャートにね加えて、で今度人に聞いて、でそこの聞いた人の名前を入れますって書いてるんだけど、まあカナとニーナと2人なので、でこの一応ここにずっとの8番まで入れて、それで相手に聞くということをしましょう。で最初、Do you always have a big breakfast? さっきから聞いたけど、Do you always have a big breakfast? っていうのを聞きますね。で、一応こう聞きながら言っていきましょうか。で、一番もニナが聞きましょう、今回は。Do you always have a big breakfast? No, I don't. はい。それで、なんかもし質問付け加えたことがあれば付け加えてもいいです。まあそれでよかったらそれでいいですね。2番で必ず聞いてください。What time do you usually have lunch? Hi, what time do you usually have lunch? What time do you usually have lunch? It's 13 p.m. It's 13. One p.m. Oh, yeah. だからそんな時は I usually have lunch around 1 o'clock とか。はい。でその時13ということは、まあミリタリーの人をするかもか分かんないけど、私はミリタリーの人じゃないのでよくそういうあれわかりませんけど、普通のコンバセーションの中でもうランチって言ったらもう12とか1とかそんな感じじゃないですか。なので間違えることはないので13ということはほぼないですね。うん。I eat around だらだらとかそんな感じですね。はい、今度3番を聞いてみてください。でこのまたこうひっくりまた違うところがやりますか。What do you have for lunch? So,今度は何を食べるかですかね。What do you usually have for lunch? What do you have or usually have for lunch? I have for lunch. で、これ別に Yes とか No で書いてこないので、お尻を上げなくてよろしいですね。I have a sandwich. So, do you have your bento? sometimes bento andSometimes sandwich. はい、そう、Sometimes I have some sandwich とかね。弁当ボックスっていうのはね、割とその名前は知ってる人は割といると思います。で、前にどこだったかね、なんかで行ったレストラン、ブランチで行ったんだったかね。ほんで、このレストランの人が用意してるんですよ。ちょっと日本で言ったら何かしら。お弁当ボックスでも普通のじゃなくてちょっと大きめの、体積のぐらいの、はい、あんな感じのちょっと大きめだったかな。そんなにこういろいろ入れてやってるんですよ。だからそれはイサラ弁当ボックスメジャーのベントボックスとか言ったらね、向こうは私がそんな知らない人もいるの で知ってる人がいるっていう感じで、そういうこうリアクションがありました。そういうプリペアリングのベントボックスとかやったね。それいくらも中に何が入ってたか覚えてないですけど、こういくつもこうそういうので準備してたような気がします。So, I usually bring my bento とかね。そんなのもいいですね。So, what do you put in your bento box? とか言えるし、ちょっと、bento の話が出たら、bento に何入れていくのとかいう話だってできますね。その次。
ね、この次、じゃあこの次何を言うかなってこう考えて、これ考えてると、この次またこれを使って同じ練習してもちょっと中身が変わってきます。5番で、5番だったっけね。4? あ、4番ですね。はいはい。Do you often have snack in the afternoon? スナックスって書いてますね。Snacks? Do you often have snacks in the afternoon? Do you often have snacks in the afternoon? って言ってますね。No, no, I don't. No, I don't. I hardly ever, I have snacks. Okay. Is that because you're busy? No, because you're busy walking? スナックを食べない。 That's not your habit. Don't have it. はい。だからそれは仕事で忙しいですかって言ったんですね。じゃあそうじゃないです。じゃあそれじゃあそれはその食べないのが習慣だからですかって。そうです。で、そういうふうにこう、カンバセーションも会話を広げていく。で、その広げるのも、やっぱ基礎がないと広げていけないからね。その次は5番ね、今回はね。Do you ever go to a restaurant for dinner? Yes, I do. Once a month. Once a month. はい。で、1ヶ月に1回来ますとかね。時々行きます。Once in a while でもいいですね。別にその1ヶ月に1回と決まってないけど、Once in a while でもいいですね。はい。で、6番。What's something you never eat for dinner? What のかアポストロフィー S がありますね。What's something you never eat for dinner? What's something you never eat for dinner? だから、What's something ってこんだけか見てください、このちゃんこ。What's something? で、まず、You never eat for dinner. で、食べないもの。あなたがみんなで食べないもの、もう食べないものは何？ So, what's something you never eat for dinner? なんですね。これ別に for dinner じゃなくてもいいし、breakfast でもいいし、それ変えることができますよね。例えば、if somebody eats natto in the morning, and Yes. that's our habit. そしたら、その人はその納豆を朝食べるのがこう習慣としますね。でも、sometimes, in dinner, I have. で、ディナーに絶対食べないっていうものがあったら何でしょうっていうの。で、その朝、例えば朝、I 納豆を remember. 食べる。その決まってる人がいるとしますね。その人にとっては納豆がそうかもしれない。夜は絶対食べないと。I remember. I don't have なんだっけあれ。なんかありますか？カフェイン。それは、I don't take caffeinated drink ですね。はい。でも、それ多分、カ食べフ物ェインではあるでないしよ。ょ？don't food。ただ、カフェインは取らないようにしてます。はいはい。それは、まあ、カフェインを食べると言わないからね。なので、他は、そんな、これは絶対食べないっていうものはないって言って実にそんな、絶対食べないってものはないですね。だから、I can't think of anything. で、なんか考えつかないわって言ってもいいでしょ。考えつかない。I can't think of anything. I can't think anything. Can't. Can't. I can't. はい。I 考えることができない。I can't. can't. I can't. I can't think. っていう感じが出てこないと、否定形にならなくて、肯定になるので違うふうに取られてしまう。そしたら、今度は7番、8番は入ってないですけど、今度は2位ながら、7番、今聞いたんだっけ？
ニーナが6番聞いたね。そしたら今度はカナが7番を作って聞いてください。What's your favorite dish? What's your favorite dish? My favorite dish. I like salmon. I like salmon. 何ですか? Salmon. I like salmon. Did you check the English for that? Salmon は何ですか? 僕はね、アメリカにいるとき、サンマ、そのフレッシュアマンサンマを買ったことがないと思うんですよ。それで、買ったことがない。